超久しぶり。インスタグラムでマックのやつ紹介しようかなって思って、ここにいるよね、マイク紹介しちゃうそう、買ったものをね紹介しようと思って、あネイルが昨日、今日が6月9日かなんかに買ったの。超久しぶりに買えた買ったものはいっぱいあるし、自分が使ってみてどんな感じだったかとかいろいろ紹介します。で、このネイル白にしてんだけど、いつもネイル何使ってるのとか言われるから紹介しちゃうね。これ見えますか？これはね、なんかマナはドンキーで買ったけど、多分どこのドンキーにも売ってると思う。値段は300円ぐらいかな。まあすぐ落とすからいいや。ジョンだよ。加工してないよ、肌黒くないのか。 So、 じゃあどんどん入れていきましょう。あ、そう、マックに行ってマナ何を買いたかったかっていうと、いつもなんかリキッドファンデーション使ってるんだけど、なんかカバーがそんなに良くないのね。レプロンも使ってたんだけど、で何使ってたかはメイクアップチュートリアルのビデオで出てる。で、そうカバーが全然できなくて、なんか嫌だったの。だからマックのやつを今回初めて買った。でね、なんかよかったなんて説明したらいいんだろう。なんかね、しっとりするの。しかもちゃんとカバーもできてて、マック行ったら絶対いつも試しさせてもらうんだけど、全部試して買った今回は。で、試すときにこれちょっと白飛びするのね。でもわかるでしょ、これね。これ名前はクレンズオフオイルトランケルって言って、私別にこれを買う予定じゃなかったの。だけどその試すときに、自分が今もともとつけてるやつを落とすためにこれを使わせてもらったのね。したらなんかもう本当にすごい良かった。いつもまだメイク落とすときはなんだっけビオレのやつ使ってるの。ビオレのオイルクレンジングだけど、なんか洗った後にベトベト感とかあるから二度洗いしなきゃいけなかったの。そう、それで中にはこれが入ってるのね。超綺麗じゃない、この色じゃないけどね。でこれをコットンに出して落としてから洗い流すっていう風にしてるんだけど、夜ももちろん朝もできるって言ってた。で乾燥肌とか夏でも乾燥しちゃう子におすすめだって。超良くない？で値段は2800円の税込み。次、そう、それでこれを落とすためにクレンジングさせてもらってからこれを使ってみたのね。でこれはこれね。でこれ名前はプロロングウェアウォータープルーフファンデーション。これは多分今普通に売ってると思うけど、夏とかプールとか海とか汗とかね、でリキッドファンデーション落ちちゃうっていうのを防ぐ。こんくらいサイズちっちゃく見えるけど、でも結構いっぱい入ってると思う。で少しの量で全然なんかちゃんとカバーしてくれるから、この量でも全然いいかなと思って、もう一個普通にいつも通り売ってるやつもあるのね、こういう形のもうちょっと大きいのって。でそっち買おうと思ってたんだけど、これが置いてあってウォータープルーフって書いてあったからこっちにした。で値段が4700円。高い。でもそれだけの価値あるぐらいちゃんとカバーもできるし、つけた後なんか私は結構しっとりしたいから、ちゃんとしっとりしてる今も。でね、これをつける前に、これメイクアップベースなんだけど、日焼け止め効果があるメイクアップベースで、マナはこれじゃなくて白いやつ、白くてちょっと水玉が入ってたやつを去年の夏に使ってて、その匂いもすごい好きだったからずっとそれをつけてて、その年の夏は肌は焼けてるけど顔は焼けなかった、ちゃんと。だからそれを買おうと思ったんだけど、こっちをおすすめされたからこっちに試す。ん？これは、言えない、ちょっと待って、これこっちにした。ででーん。でこれもさっきのリキッドと同じように少しの量でちゃんと全部つけられるって言われたから、こんくらいでも全然平気。そうでね、これもね匂いするんだけど、私は前使ってた方の匂いの方が全然好きなのね。なんか匂いはね、なんかね、これが勝手に動いた。そう、匂いはなんかあんまり表現しづらいんだけど、こっちはねなんかスースーする、なんかおばあちゃんの化粧品の匂いがした。
でもこれは結構人気なんだって。すごい人気でいろんな人がずっと使ってる。で YouTube をこの前たまたま見てたの、昨日。したらなんか男の人でもこれ使ってる人がいた。ねえ、あー、びっくりした。そう、次。そうで、その買いに行った時にリキッドファンデーションと、あと私ハイライトすごい好きだから、ハイライトのパウダーもすごい欲しかったの。でも いつも高くて買う迷ってて、どうしようかなって思ったけど、ついにゲットできた。それがこれね。これはいつも置いてあるのかわかんないけど、あのいつも限定とかでどんどん新しく出てくじゃん。それで前に置いてあったから、今あると思うけど、これから先ずっとあるのかはわかんない。でも多分あるのかな、限定っぽくはないのかな、わかんないけど、それがこれね。これね、よいしょ、こんな感じ。それでつけるとこれねって感じで、なんかでこれは1年ぐらい持つって言ってた、結構使っても。でね、ブラシはこういうのでいい。これをこう柔らかいのを取って、ここ眉毛の上ね、と鼻と口とか自分の鼻跳ねたい場所にのせる。で次、リキッドファンデーションだけでまだいつも過ごしてたんだけど、試した時にそのパウダーもつけてくれたのね。でこれね、ライトフルの SPF の25のファンデーションとケースで、超なんかドゥルン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 ドゥンって感じ。まだマックのパウダーは持ってなかったから、今回このケースとこの中にパウダーと下にパフがついてる。値段がケースが1,000円で、中のファンデーションがパフとファンデーションがついて4400円だった。で次、これも全然買う予定じゃなかったんだけど、LINE とか登録してると Mac 新しいのどんどん出たよとか、シリーズどんどん出していくじゃん。今やってるシリーズがこれじゃん。ちょっと待ってね。そう、今やってるやつがウォッシュ&ドライってやつだって。これね、これが今やってるじゃん。ハロー。そうで、チークまだチークすごい好きだし、でね、チークがねもうなかったの、前のこれ。これすごい気に入ってるんだけど、だからこれもないし、こっちを買った。合わせてください。あった。でこれはなんか結構濃いから薄くのせていけば薄いって感じで、今まだ紹介してってるもので今日メイクしてるの。見えるかな、このチークがついてる感じ。でもわかるね、ここら辺。そう、パウダーブラッシュヒップネスってやつ、もう一個あったんだけど、そっちはなんかすごい薄かったから、値段は3,400円。かわいい。そう、限定の時はまだいつもなるべくなんか欲しいなって思っちゃうの。でもやっぱり実際行ってみないと、なんかパッケージがさ、限定のやつって可愛いじゃん。だけどなんかさ、合わなかったら使えないじゃん。それの失敗がこれ。これまだパッケージ超可愛いって思って買ったけど、めちゃくちゃ色が濃いからハロウィンぐらいの時にしか使えない。でも薄くつければつくのね。ただすごいピンクで、マナーどちらかというとオレンジピンクみたいな、サーモンピンクみたいな感じのチークだから、これはあんまりなんか使えなかった。だけどこれは妹がマナに誕生日プレゼントで買ってくれたやつだから、お気に入り。それで次は、どれだっけ、長くてごめんね。これは、グロス、リップグロスなんだけど、これも別に今回買う予定もなくて、でリップペンシルも買ったの。これはなんかそのメイクしてくれた人がチーク倒してリップをつけてみてっておすすめしてもらってつけたやつで、まだ前からリップペンシルすっごい欲しかったの。だけどなんかそれも忘れてたっていうか、買い損ねてた、買い忘れてたのね。でこれはこんな感じ、見る。で先にこうやって塗ってってからリップグロスなとか口紅つけていくんだけど、これ割と何でも合うカラーだし、私このカラーすごい好きだから、これすごい買えてよかった。で値段が2100円です。で削っていけばどんどん使えるし、ここら辺まで使えるって言った、ここまでね、すごい使えるよね。でそれに合わせてグロスも買ったんだけど、どこだ、あった。
これミネラライズガラストゥルージュエルだって。でこういうやつね、じゃじゃん、あってください。 OK。 でこれも割とリップペンシルに近いで終わり。超長かった。でアイメイク系は今回買わなかったから、シャドウのあれおすすめとかはあんまないんだけど、でもまだいつもメイクするときにこの新しく買った LB の割とラメが入ったシャドウと、前に買った MAC のスモールアイシャドウのレトロスペックってやつ、これはなんだっけ、涙袋のところに塗ってる。でアイライナー引いてぼかしてスモーキーアイにしたりとかいろいろできる。だけそうだね、そんくらい。あとはネイキッドパレット使ってとかでやる。まあいつものエブリデイメイクアップチュートリアルの方を見てくれれば、まあなんかいつもどんな感じにやってるかとかわかるけど、それが今回から Mac になってメイクしていく。で今日こんな感じ、トゥン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 、 OK 終わり。あっ、さあそれでね、その Mac を買った日、ちょっとピント最悪なんだけど、 OK、 Mac を買った日に MacBook も買った。ドゥルーン、これね、おー薄い、このサイズだよ。でこれでこれからマナはできたら YouTube 編集とかしたいなって思ってるんだけど、全然ジョンみたいに超上手くないからマナ慣れるまで時間かかりそう。それでじゃーん、これでもうジョン助けて、飛んじゃう明かりが、こっちめっちゃ明るさで、ほうほう、あ、そんなこと言わね、あ、暗かったそんな暗くなるの全部真っ暗になるぐらい暗かった。で、これでジョンマナの YouTube とかなんかもう携帯でちっちゃくこうやって見る必要もないし、前よりだいぶ楽で、なんかコメントとかでも一緒って来たから一緒にこうイエイって感じだね。 OK、 こんくらい。もうすっごいお買い物しちゃったからこれから頑張んなきゃ。よし。で、オレンジ、オレンジチークのおすすめありますかってコメントが来てたけど、まだオレンジチークはあんまり持ってないのね。割とオレンジピンクチークみたいな、ピンク寄りのオレンジだよね。だからなんかあんまりないけど、そのいつもしてるメイクのチュートリアルに一番おすすめなのが載ってる。だからそれがまだのおすすめ。今ちょっとそばいないんだけど、はい、こんな感じ。よいしょ。じゃあ見てくれてありがとね。長くなるよねこれ絶対、うん、長いけど最後まで見てくれてありがとう。バイ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